東大模試で検証、パスラボの視聴者なら解けせ。大体の 90% とかも 99% ぐらいの問題は解けるんじゃないかというか。どうもプサオの写真です。さあ今回は東大模試で検証、パスラボの視聴者なら解けせ。ありがとうございます。そうなんです。実はこの問題は東大模試でね、出たみたいなんですけど、視聴者の方からいただきました。この問題ですね、実はパスラボの動画、整数問題動画を見ていると解けるんじゃないかなと思いまして、実はこの問題持ってきました。というのももしですね、解けない人がいたら、ぜひこの概要欄にパスラボの過去の整数問題いくつか貼ってますので、見てみてください。それを見てこれに返ってくると、あれじゃんってなるはずです。だから今回ですね、まあ、数学が苦手な人も得意な人もいるのは承知ですけれども、得意な人はもうぜひこれを当たってほしいと。そして苦手な人もですね、あれ東大模試って言えども、意外とね、解けるじゃん。数学って楽しいじゃんと。その面白さ、楽しさをぜひ味わってみてください。それでは、続けていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、今回ですね、5の N 乗、約3の N 乗、はい、類乗の形が出ました。もうパスラボも何度もやってますけれども、もう改めて、まあ、新高校1年生、2年生もいると思いますので、3つの向きっていう話をしたいと思います。で、整数問題に関しては、この、3つの向きがあればですね、大体の 90% とかも 99% ぐらいの問題は解けるんじゃないかというか、その最初の初手が、分かる。あるいは、迷った時に、あ、こういうものをしようっていうのが分かるっていうのがね、素晴らしいところでございます。で、こちらは、まあ、因数分解。これに関しては足し算を掛け算に直そうとか、2番は条件から範囲してる、これ困った時にどんなものが出てきます。3番倍数余り注目で、そして4番、ここはですね、まあ、ある動画で伝えているんですけれども、ここもちょっとね紹介したいと思います。ちなみにこれ数学オリンピックや一つ橋の問題でも出したんですけど、覚えてますか？平方数や指数は何が弱点かっていうと、モッド3かモッド4ですに弱いと。で、あるいはモッド8とか9にも弱いとかあるんですけれども、それを踏まえてですね、この問題見てみてほしいんですが、実はこのボタン全部使います。そう、だからこそこのパスラボの視聴者に解けるんじゃないかなと思う問題ですけれども、まずカッコ1やってみましょう。カッコ1、はい、これに関しては誘導問題ですよね。おそらく多分4点ぐらいじゃないですか、20点満点の、前のは自然数ですよねってことですけれども、読んで割った時の余り、さあこう聞かれると、整数習ってる人はある技を使いたいですよね。それが何かっていうと、僕たち高校の時に習ったモッドというものを使います。そう、中学校の時だったらこれ難しいと思うかもしれませんが、モッドを使う、モッド4ですよ、使う。じゃあこれどうするかっていうと、モッドを使う時、今回モッド4を考えますけれども、これをどう考えるかっていうと、4の形を作りたいんです。例えば5っていうのは 4+1 の N 乗ですよね。そして3っていうのは 4-1 の N 乗ですよね。これに関してモッド4って考えると、実はこれはこういうことが分かると。1の N 乗引くマイナス1の N 乗、これがまさに4で割った時の余りです。今回 N が自然数とありますけれども、例えばね、ここに注目しましょう。これって結局、これ1引く、こういうことじゃないですか。じゃあ、N が偶数の時、これはどうなるかっていうと、余りは1引く1になりますから、0ですよね。じゃあ逆に奇数の時はっていうと、余りは、言うたらちょうどマイナス1になりますから、1+1で2になると。ということで、まずカッコ1の答えはこれで終わりです。なので、まず、モッドのね、やり方っていうの、やり忘れたとかちょっと忘れたっていう場合はですね、こういうところ。こういう使い方に関しては本当に青チャート例題レベルですよね。ぜひ振り返ってみてください。じゃあ、いよいよ本題でございます。カッコ2。カッコ2ですね、実際にこうやるんですけれども、まあ、素数の M 乗と書いております。どうしますか、皆さんなら。これですね、例えば素数って言うと、プライムナンバー。なので、P と置きます。よく僕だったら、まあ、こうなります。やっぱりこのカッコ1をうまく使いたいなっていう発想になるわけです。カッコ1はじゃあそもそも何かっていうと、この中で言うとどれですかっていうと、この3番ですよ。倍数や余りに注目してるわけなんですね。で、特にやっぱりこの平方数や指数、今回5の N 乗で出てますけれども、モッド3、4、まさにモッド4を今回は誘導で使ってます。ただ、この誘導がなくても、ぜひこの、ここに気づけるかっていうのがですね、この数学オリンピックとか一つ星にも出されたものです。まあ、そこは置いといて、今回誘導を使いたい。なった時に、まず考えるのは、N が奇数か偶数かですね。例えば、まあ、実験しましょうか。N が奇数の時。これをですね、じゃあ N が1入れましょうか。1入れると、5-3、2になりますよ。ってことはこれを P は2ですよね。2の1乗になりますから、あ、ここは OK だ。この N は OK だ。じゃあ N が3の時。これどうなるかっていうと、98になるんだ。98って言うと 2×7×7 です。さあ、これ違いますよね。そう、素数の特徴じゃない。N が5とかね、7とか考えてもいいんですから、めちゃめちゃでかい数字になります。ただ、一つだけ言えるのは何かっていうと、ここって奇数引く奇数だから偶数ですよね。つまりまず前提として、この左辺は偶数ってことが分かります。じゃあ素数で偶数って言ったら唯一あれしかないわけです。
素数は2か3か5か7かバーって続きますけれども、素数で偶数って言われた瞬間に、こっからですね、P ってこれ、2しかありえないじゃんっていうことが絞れるんですよね。これがまさに2番ですよ。条件から範囲を絞る。特に条件からっていうのも、やっぱりこういう実験をしていくと、あ、確かにそれはそうだろうなってなります。で、ここで特にね、数学が嫌いな人に忠告ですけれども、こういうのがですね、参考書には普通に当たり前のように載ってます。だから、これを当たり前のように気づけるかって、そうじゃなくて、実験をして、あたかもですね、なんか実験しなくても分かりますよみたいな感じで参考書書いてますけれども、やっぱりこのパスラボの動画って参考書に書いてる綺麗な解法を伝えるわけでは全然ないので、これ必ず実験をして見つけると。この作業をですね、まず楽しんでみてください。ということで、まず P が2っていうのは分かりました。で、おそらくですね、N が1っていうのは成り立ちます。ただ、それ以降も成り立たなさそうだなっていうのは、一つね、考えとして、出てきますよね。で、ここに消します。じゃあ、今のことを考えると、まあ、こうなりますよ。5の N 乗を引く3の N 乗が2の N 乗。そして何を使うかというと、やっぱ N が奇数の時、4で割ったら2余ると言ってます。つまり、左辺は4で割ったら2余る。上辺は N が1の時だったら、これは2ですよ。4で割ったら2余る。ただ、N が2より大きい時、2の2乗とか2の3乗って4の倍数になりますよね。ってことは、これは元4だと0。つまり、4で割った時の余りが0。4の倍数になっちゃう。っていうことで、このカッコ1のこの条件を使えば、あれ ?4 で割った時の余りに注目すると、N イコール1の時だけじゃんっていうことがわかるんですよね。だから結局、これって、もうここまで絞ることができたと。で、あと、まあ N が1の時。これを満たしますよね。じゃあ、N が3以上の時っていうのは、絶対2より大きくなりますよね。まあ一応それをですね、丁寧に書くとすると、まあ N が3以上の時っていうのは、これ一応書き方として覚えておいてほしいのは、まあ5の N 乗引く3の N 乗ですよと。で、これって、因数分解もできるんですよね。実は、こういう因数分解なかなか知らなかったっていう人もいるんですが、N が奇数の時ね、っていうのは、こういう風にですね、因数分解することもできます。で、これって、まあ結局はね、まあ不等号で結ぶと、まあ、こういう方が分かります。ってことは、まあ、2×何回になるんです。ってことは、N が3以上の時っていうのは、これって N が3以上ですから、まあ、こうなりますよね。N を3を入れたら、こうなりました。で、これって明らかに、まあ、2より大きいですよね。まあ、という、まあ、丁寧な書き方をすると、こういう形でですね、5の N 乗引く3の N 乗っていうのは、N が3以上の時、まあ、あるいはもう2以上の時でもいいですけれども、その時っていうのは、2より大きくなる。つまり、これを満たさないということが分かります。ということで、N が3以上の時っていうのは NG ですよと。ということでですね、実はこの奇数の時っていうのはそんなに難しくはないんですよ。倍数余りで注目すると、N が1の時しかありえません。っていうことが分かりました。じゃあ次、いよいよ N が偶数の時を考えていきましょう。一旦これ消しますね。さあ、まぁ、N が偶数の時。まぁ、これ偶数だろう、奇数だろう、さっきも言いましたが、この P っていうのは必ず偶数ですから、まあ、2になります。さっきカッコ1でやったのが、偶数の時っていうのは、これがですね、4で割ったら0余る。つまり、必ず4の倍数になるってことをさっきカッコ1でやりました。まあ、今回はですね、M っていうのが、まあ、1、2、3とかいろいろありますけれども、4の倍数ってことは、まず M の条件が指数なのは、M は、まあ、2以上ですよね。そりゃそうです。だから4とか8とかになるんじゃないのということが、わかります。まあ、ここもちょっと実験していきましょう。M が2の時。まあ一番ちっちゃいのが N が2ですけれども、これするとですね、5の2乗引く3の2乗が16になります。16ってこれって、あれ満たしてるか満たしてないかで言うと満たしてますよね。N が4の時は16になりますから、実は N が4の時はこれ OK なんですよ。満たしますと。あれあれと。じゃあ、まあ N4 の時っていうと、まあ、544となります。まあ、確かにこれは4の倍数ですけれども、まあ、絶対素数のね、なんとか上ではないんですよ。てか、大きくなりすぎて。ちょっとこれは N が6以上とか実験しにくいと。ただ、おそらく仮説として、N が1の時は OK でしたけれども、今回も N が2の時っていうのは OK なんじゃないのっていうことが一つわかります。じゃあ、どうやってこれを示すの ?N が2の時だけは示すのっていうところが、今回の一番の醍醐味でございます。じゃあ、N が2の時。まず N が偶数と書いてますから、これを、N を 2K と置きませんかと。まあ、そりゃそうですね。偶数の時っていうと、N を 2K と。じゃあ、ここからどうするかっていう、実はですね、この中のどれかを使うんです。じゃあ、一旦こちら消しますね。はい。まあ、N が 2K と置くと、まあ、こういうことがわかりました。で、まあ、当たり前ですけれども、K は、まあ、1以上ですよね。そして、M もさっき出しましたけれども、もうまあ、2以上になる。じゃあ、ここから。これがですね、一つ大事なところ。1番を使うんですよね。OK。最初3からスタートで2とかいろいろ使いましたけれども、1番を使います。これ、指数の引き算の時、特に何とかの2乗引く何とかになる時、これってこういうの使いませんか?これが出てくるんですよね。この因数分解、まあ、中高でも習うのような因数分解を使うことでですね、結構面白いことがわかります。これ、同じように使うと、まあ、こういうことがわかりました。
じゃあどうします？今回でいくと言うたら、まあ、ここが2の M 乗なわけですよ。素数の M 乗ですよ。ってことはおそらくここも整数ですから、例えば2の A 乗だったり、あるいはここが2の B 乗だったり、こういう形が表されますよね。だから例えば3価の A 乗とかないので、絶対2の A 乗かける2の B 乗が2の M 乗になる。つまりこうやっておくと、まあ、A たす B っていうのを M っていうところが成り立った状態でこういう風に設定することができます。つまりこういうことが分かりました。まあそれぞれですね、要素分解してあげて、1、2ということが分かりました。まだ正直何も見えてないですよ。見えてないんですけれども、だんだんこうね、もう凍った氷をバンバンこう壊していきながらですね、なんとなくこう、バラバラにできてる気はしますよね。じゃあこの時、これを見てみるとどうします皆さん。なった時に、やっぱり大切なこと、思い出してみてください。それ何かっていうと、僕たちね、例えばこれを X、これを Y とすると、一文字消去としましたよね。この塊を例えば X、この塊を Y と置くと、どっちかは消したいわけですよ。ってことは、例えば今回、これ引き算をすることで、まあ、こういうこともわかりますよね。2×3 の形状が2の A 乗、引く2の B 乗になると。で、今回当たり前ですけれども、A と B だったら、これは、まあ、こうなりますよね。やっぱりこう、A の方が B の大きい。なった時に、ここから何か見えませんか？さあ、やっていきますか。これ。まず一つとして、この条件から、右辺は2の B 乗でくくれますよね。2の A 引く B 引く1と。まあ、こういうことがわかります。つまり、僕たちは今、この条件がわかってるわけです。じゃあもう一回ここに書きましょう。これが大事な考え方ですかね。こっからが、まあ、こういうことは分かりましたけれども、なんか絞れませんか。 2×3 の形状、まあ2で割りたいですね。僕たちは2で割りたいとなった時に、3っていうなんか変ないらないものありますよね。3の形状、これは明らかに奇数ですよね。そしてここはまあもちろんあの0になる時もありそうな気はしますけれども、まあ奇数ですよね。2の何とか乗引く1なんて。ってことは偶数を決める要素ってこことここなんですよ。 B がもし2以上だったら、これって4の倍数になりますよ。2の B 乗が、ただ2の2乗だったら4になる。ただ、2っていう素因数は1個しかないんですよ。ていうか、ここからもういきなりですね。これがわかります。こういうことでございます。実はここからですね、もうスーパーウルトラ、のアイテムがね、手に入る。B が1っていうことがわかりました。ってことはこれ、B が1ってわかったので、こういうことが分かりましたね。3の形状っていうのが2の A 引く1乗、引く1なんだと。一つなんか面白いものが分かりました。言うたら先ほどお伝えした通り、3の形状っていうのは例えば Y と置くと、もう Y が求まったわけですよ。じゃあ残りは次 X 求めませんか。同じ感じで。ちょっとこれ消しますね。なんか見えてきましたか。じゃあ次、X を出すために 1+2 をすればいい。1+2 すると、まあこういうことが分かります。で、B がさっき1でしたよね。ってことは、まあ、こういうことが分かりました。そして、これ2で割ると、こういうことも分かるわけでございます。じゃあ、いよいよここ。こいつと、こいつ、出てきましたよね。この2つから考えて、何か出せませんか？これ、引き算したらどうなります？実は、それぞれ引き算すると、こういうことが分かるんですよ。5の形状引く3の形状っていうのは、ちょうど2の A 引く1乗消えて、2になるんですよね。ってことは、これ、あれ、なんかやったぞと。これやったぞ。確かにやりましたね。さっき何をやったかっていうと、これって、まあ、K が1の時は、まあこれ満たしますよ。じゃあ、まあ、K が2以上の時、これは明らかにって言ってもいいですが、さっき、まあ、こういう形にしましたよね。K が2以上の時だと、必ず K が2以上の時って、まあ、先ほどやりましたけれども、ここの K、2を代入して不等式で絞ると、まあ、絶対16以上ってことが分かるんですね。K が2を入れると16ですよ。K が3とかだとそれ以上大きくなりますから、必ず2より大きいですよね。っていうところで、この2っていうのは、K が2以上の時は成り立ちません。ということで、結局は何が言えるかっていうと、K が1の時しかダメなんですよ。この時って、N は、まあ、2の時。確かにじゃあ N が2の時、これ代入すると16となって2の4乗成り立ちますよね。ということで、まあ、ちょっと消しちゃいましたけれども、答えで言うと、まず N が1。N が1で、その時 M っていうのは、まあ、1ですよ。で、まあ、じゃあ P は2ですね。じゃあ、あともう一つ割っていると N が2の時。M は4ですよね。で、P が2の時。実はこれが、答えになるということでした。まあ、いろいろやりましたけれども、すべて見たことがある。ものに帰着できますよね。そうなんです。数学ってもうここまで聞いたらわかるし、もっとパスラボのメッセージする問題、まだまだ解いてないよって人は、ちょっとまだわからないかもしれない。ぜひちょっと概要欄で、ね、メッセージする問題でいろいろ漁ってほしいんですけれども、すでに解いた人にとっては、簡単でしょ？意外と、やり方とか単純なんですよ。で、今回これ、東大模試ですが、別に京大だろうが九州大学で一橋だろうが、すべてにおいて出ますよ、このパターン。
これが出てわからないっていう人のパスラを見てやったわっていう人だと一つねポイントがつきましたね。ちょっと嬉しくなりませんか。ということで、まあ、パスラは今回の整数問題、特にこの体系化したものと、あとはやっぱり実践的なねモッド3より弱いという話をしました。ぜひですね、今後のパスラももしリクエストが多ければ改めてこの整数問題ってもう何ぞやと、もうそれこそ解放パターンも全部解説みたいな動画とかもね出せればなと思うんですけど、せっかくならゴールデンウィークとかにね、ぜひもしリクエストがあればコメントに載せてください。それではこの動画が良かったと思う方は高評価チャンネル登録の方お願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。さあ、今日のパスタリはこちら。いや、ちょっとこれは難しすぎる。ということで、できた君はパスラボに入っていいよ。さあ、概要欄から答えをチェック。では、また明日。5月の勉強のスケジュールについて話していこうと思います。演習量を積む、この5日間にしてほしいんですよね。